時間ギリギリだったけど、なんとか間に合ってよかったな。まあ一時はどうなるかと思ったよ、本当に。まあ終わりよければ全て丸っていうことでね。乾杯。課長。お、どうした田中。終わりよければ全て丸ってなんだよ。終わりよければ全てよしだろって鈴木先輩が言っていました。たくなんだ鈴木は、直接言えって言っとけ。おい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 、この前も社長のスピーチで言ってたぞ。はじめはよ、尊敬する人の真似をすればいいんだよ、真似を。簡単なことだろ。課長。お、どうした田中。あんたが課長の会社なんて尊敬できる人もいるわけねえよな、このタコが、って鈴木先輩が言ってました。あいつまた後輩扱ってどうしようもねえやつだな。まあこれからまた大変な時もあるかもしれないけど、お客さんの笑顔を第一にみんなで頑張っていこうな。ああ、課長。お、どうした田中。あんたの顔を見て笑顔になれる客なんていねえんだよ、って鈴木先輩が言ってました。おお、本当にあいつが全部言ってるのか。お前も少しは言っていないか。え、言ってませんよ。いや、本人より感情こもってんだよな。